ここまで味方に一度も会わなかった。忠勝さん、どう考えてもおかしいのでは。うん、まずは様子を探ろう。油断せず進軍すべし。何が起きているんだ。なんだあいつら、この服装。さては例の連中の仲間か。初めて見る顔だ。やはりあいつらの仲間だな。あいつら誰のことだ。とぼけて力ずくで追い払うまでよ。強い。てめえらでもかなわねえよ。強き主か。しんぎり、うかつに突っ込んだ。言われなくても分かっています。一緒に年中の記憶が違ったわ。はい、お前たち羽柴軍ではないだろう。どこの軍の者だ。まだ届けるか。あっちの世界の連中め。血の世界。何やってる。平八ぶりにやる。さあ来やがれ。お前なんだ、人ひねりだ。まことに小牧山の船面で戦場の空気が妙だ。他の軍にはなかなかの将が揃っているようだ。そうですね。仮面、もしかして羽柴の同盟軍でしょうか。落ち着いてください母上。それにしては様子が変です。家康様、どこにいるんだろう。なんか変な感じです。水産者敵将、ここを動くなよ。押し通る。おやおや、騒がしいと思ったら見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だろう。父上の手を煩わせるまでもない。敵の偉い人たちが出てきたみたいです。
何か教えてくれるかも。P8 これにあり。これぞ無双。悪いが、排除させてもらうぞ。そうだな、この力を存分に震えるかもしれん。ただならぬ、あれが敵の総大将だしな。そのようだな、気を緩めるなよ、シンニリ。ここまでですぞ。これより先へは行かせませんよ。この場所やお前たちについて教えてくれ。それでも立ちふさがるな。戦わざるを得ない。おや、何もご存じないとおっしゃいますか。いや、敵の言うことなら信じられませんよ。戦いが終わっていたす。ほう、やはりただの雑魚ではないようだな。そなたこそ敵ながら見事に人と戦う感覚をどこかで。こんな人がいるなんて。ごめんなさい、私なんかが偉そうに分析しちゃってすみません。
少しはやるようだな。尋常ならざる力よ。一旦引くぞ。すみません。誰だ。貴様ら義軍だな。本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。語れ。先ほどとは違う軍勢のようだが、またもや敵となされてしまったか。おそらく今のは先遣隊、じきに本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。あの私たち敵じゃありません。なんでこんなことに。彼らに話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。先に進みましょう。どうやら他の使い方もできそうです。この武器まだできることがありそうです。試してみますか。ごめんなさい。この金はいつか返すぞ。私が相手で不服かな。
突撃せよ。姿勢を上げて攻めかかるのだ。私たちもすぐに出陣の準備だ。義の先兵だな。思ったより少ないが油断はしない。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思ったら、彼らと遭遇しました。ですが、義の各乱部隊にしてはどうも様子が変です。これ以上やけどする前に引くぞ。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常符だな。忠勝殿と互角か。それ以上観察している場合ではないな。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。敵ながら見事ですね。ですが、義にあんな主がいたでしょうか。派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。なんて凛とした美人じゃなくて、すみません、押しております。来たれ水流クオー。甘さ水産がHUH!
これ以上の無茶はしないわ。あなたがこの軍の指揮を取っている方ですか？我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉、信じるとでも。戦火無双の部、ここに極まれり。ニクソン、もうよい。その者ら、確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。